はいみなさんこんにちはバイサイジャパニーズのレイラです今日はね部活これは学校の後にする、まあ、クラブですね部活と言いますこの部活について話したいと思います日本のねこの部活はすっごくまあ、厳しくて皆さんちょっとびっくりすると思います私も部活は大嫌いで すっごく大変だったし今日はちょっとねその話を皆さんととシェアしたいと思い思ます日本の中学校と高校には部活があっていろんな種類がありますだいたい10個くらい種類があるかなで学校に入った時にその部活を選ばないといけません私はバレーボーボルを 選びましたでまあもちろん絶対部活に入らないといけないことはないですでもだいたい80%くらいの生徒が部活に入りますでなんかね部活に入らなくてもいいけど入らないといけない雰囲気雰囲気、まあ、これはアトモスフィア雰囲気がありますで、うん、すっごくくしんどくて 部活はほとんど毎日あります月曜日から金曜日までめっちゃしんどい学校の勉強のあと4時半くらいから夏は7時ぐらいまではまあ6時半くらいかな6時半とか7時くらいまで部活があります途中で帰ることはできません 毎日あります、はい、毎日ですよだから日本の生徒が家に帰るのはもうすごく遅い7時とか8時ぐらい夜遅くに帰りますで先輩が厳しいですほとんどのクラブがそんな感じ先輩がすっごく厳しくて先輩に敬語で「 話さないといけないいいとけし先輩の手伝いをしないといけないし先輩よりも頑張らないといけないし先輩より先に帰ったらいけません。すごく厳しいね変なルールがたくさんあります。で例えば朝9時から12時までとか。 で厳しい部活ね、私の中学校はハンドボールとか野球ベースボールね、がすごく厳しくて、うん、日曜日も部活がある時はありました夏休休みみとか冬休みも部活があります。私のバレーボールも結構厳しかったのでもう毎日 ね、月曜日から金曜日まで朝9時から4時まで部活がありました休みですよ夏休み、ね、夏休みとか冬休みに部活がありましたやばいですよねいつ生徒は、ね、休むことができるんでしょうか休む時間ないですよねやばくないですかで日本のね生徒は よく塾にも行きます塾は学校の後,後に勉強する場所のことです、まあ、結構高いね一時間の授業が二千円とかする結構高い場所で,で学校で勉強したことをもう一度塾で勉強します私は塾も絶対行きたくなかったので私のお父さんお母さんも 行く必要はないと言ってくれたので行きませんでしたがうん、塾に行っている生徒も多かった。多分五十パーセントくらいの生徒が行っていたと思います。なので日本の中学校とか高校の生徒はね、朝もう多分八時ぐらいに学校に行ってで四時半まで勉強をして そこから部活をして7時ぐらいまでね部活をしてそこから塾に行って1時間半くらい勉強して家に帰るこういういいい生徒がすすすごく多いででやばいですよね私はこれが本当にしんどくて前もエピソードで話したけど1 5キロぐらい痩せてしまったりとかもう本当にストレスで学校は大嫌いでした。 はいやばいですよねまたこの話を皆さんともうちょっとね詳しくしたいと思いますこれはどう思いますか皆さんは日本の中学校ね高校行けますか行きたいですかどうですかうーん大変ですよねいやーしんどかったな <laughs> はい本当にね私は勉強とか部活よりも もっとその自分の時間を大切にする方がいいと思いますもう自分の好きなことね例えば絵を描いたりとか本を読んだりとか家族といっぱい話したりとか犬と散歩に行ったりとかもっとご飯をゆっくり食べたりとかもっと大切なことってたくさんありますよねでもほとんどの日本の生徒はできていないし もちろん大人も残業する人は本当に多いしなかなか自分のの時間を大切にすするのは難しいです皆さんもねきっと毎日忙しいと思うんですが時には自分の時間も大切にして自分が好きなことをねいろいろやってみて心もね体も元気に毎日頑張ってください。 はいじゃあ今日はこんな感じで終わろうと思いますいつもありがとうございますじゃあまた明日バイバイ